青森県津軽地方に伝わる津軽アイヤ節、熊本の青い南の海から青森のいてつく北の荒海へ優に2000キロを超える船旅をしてたどり着いた歌が歌い継がれてきました。津軽アイヤ節は初めは素朴なものでありましたが、津軽三味線の伴奏に助けられ技巧的な歌になっていったと言われております。Thank you.